雲仙キノコ本舗、養生乳麺、乾燥麺に液体スープ、火薬、七味唐辛子がついています。麺はそうめんとしても細めで柔らかい方です。スープは淡い色で、カツオと昆布の出汁が穏やかに出て、喉越しが自然です。唐辛子の香りもとても豊かです。高品質で大人の味付けですが、食事をしてみた時に満腹感は弱いです。